底辺 YouTuber のこの俺が1万人登録者のいるニート KFX に物を申したけど、全然炎上しなかった。はい、こんにちは、タクです。よろしくお願いします。なんかね、ニート KFX の彼に、まあ彼がね、今炎上してたから、いや、ここはチャンスだと思って、今だ今だって、今がチャンスだって、こうパンチをしたんですよ。で、お前炎上してるじゃんってことで、そうね、リスナーからもらったものを売るからだよとか言って、まあそれ以外にもいろんなこと言ったんだけど、意外とね、1万人もいるのに、アンチコメントが2、3件なんですよ。え？みたいなぐらい少なくて、多分ね、なんだろう、ニート系の彼をね、おそらくずっと見てる人たちは分かると思うんですよ。僕が、この俺がね、ちゃんとしたこと言ってるって。だから炎上しないんですよ。で、まあ僕はね、ディスってないんで、普通にね、まあ、ニート KFX のね、彼の紹介も含めてるしね、まあ、チャンネル、再生数も増えたらいいと思ってるんで、別にディスってないんだけど、炎上してるざまーみたいな感じでやってたら、全然僕の方にアンチコメントがね、2、3件ぐらいしか来なくて、で、まあそのうちのなんかね、中立の書き方されてる方もいるんで、なんだろう、まあどっちもどっちでしょうみたいな。だからまあ実際数字的にはほぼないですよ、アンチコメントがなくて、僕がまあ正論を言ってるっていうことで、ニート系を見てるリスナーの方、意外とね、まあ賢いかなと思いました。ぶっちゃけね、あんな若造の FX の配信見てる人って絶対バカだよねって思ってたんだけど、リスナーの方ね。でも実際賢いね。よく僕のね、言ってることを見てるし、彼のね、動画を見てて、まあ冷静な判断してる方が多いと思います。まあそれに比べてコンカツおじさん YouTuber ね。コンカツおじさんたちのリスナーはね、まあ、ぶっちゃけ頭悪いですね。頭悪い人しかいないですね。っていうことで、まあ今日はね、動画ちょっと短くなっちゃったんだけど、1万人もいる YouTuber 話題にしたのに、アンチコメントが2件ぐらいで、余裕って感じなんですけど、まあそういう動画です。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。まあ、投資系もね、やるし、婚活系もやるので、ぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。